皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。スラム奏法小ネタフレーズ集ということで、3本目の動画も同じように、まあとあるカッティングのフレーズを練習して、皆さんと一緒にこのスラム奏法のテクニックとか、まあ応用とか、まあそのパターンとかをですね、一緒にこの練習してって上手くなっていこうぜ、イエイみたいな感じの、そんな感じの趣旨の動画でございます。3本目に練習するフレーズはこんな感じです。ちょっとやってみましょう。1,2,3,4こんな感じのこのテンションコードの、カッティングフレーズということですね。まあこれをね、パッと見て、ああ、なるほどねと思った方は、なるほどできそうだなと思った方は次の動画に進んでいただけたら幸いでございます。ああ、なんかわかるような、わかんないような、なんだろうな、もやもやするなと思った方は一緒に練習していきましょう。そんな感じです。まず、なんとなくお察しかもしれないんですけども、右手のパターンはね、その2本目の動画の、このドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤとほぼほぼ一緒なんですよ。ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤのツを抜いたやつとかで、ドーナパパイヤ、ドーナパパイヤとかにしてるだけだって、右手の動きはね、ほとんど変わらないんですよね。だからぶっちゃけ、左手のこのコードの難しさが、まあ、ポイントになってくるのかなって感じはします。とりあえずまず1個目のコードいきましょう。全部で4つあるんですけども、1個目のコード。Dm9th。6弦から×5355×5355。よかったらなんかコピー用紙とかにメモしてみてくださいませ。順番に×5355××5355××5355×メモしてくださいませ。これが Dm7っていうコードなんですけども、5バツ5バツです。で、まずこのコードだけでこのパターンいってみましょう。こんな感じです。まずドーナツドーナツの時のドの部分は鳴らします。ドーナドーナツの時のナの時に、この押さえている指を軽く浮かせてブラッシングの状態にしてあげます。これですね。そうするとこのね、ツッと音が出るので、この時に指が完全に離れちゃって、とかなっちゃったりとか、なんかどっか押さえたままにちゃって、とかならないように気をつけましょう。しっかりとこのね、ツ、歯切れのようにツ、音が出てると。ドーナツで、パッパイ、イで弾きます。ドーナツパッパイドーナツパッパイヤドーナツパッパイドーナツパッパイの時にコードを押さえると、ドーナツパッパイドーナツパッパイ。で、その次、またドーナツパパイヤなんですけども、ド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 、な、なで弾く感じですね。ド、な。で、ド、な、パパ、いいや。パパ、いいや。なと2個目のパで弾くと。ド、な、パパ、いいや。ド、な、パッパイヤ。で、このドの時、ダウンストロークの時に、あとバスストロークの時にこうね、ストロークをするんですけども、この時はそのね、コード鳴らせないから別にストロークしなくてもいいます。ドンだけで。ドー、ナ。で、ドー、ナ。で、ツもなしで。ドー、ナ。で、パッパイヤ。ドー、ナ。パッパイヤ。ドー、パッパイヤ。ドー、ナ。パッパイヤ。もうちょっとゆっくりいきましょう。繰り返します。ドーナツパッパイヤドーナパッパイ
こんな感じです。パツパツツッドチャッツ、こんな感じです。どうでしょう。でこれに合わせてリズムをつけると、まあ、こんな感じに仕上がるという感じでございます。うまくできましたでしょうか。とりあえずまあこの基本のパターンができないと、まあ、コードのチェンジができないので、まずここを頑張って練習してみてくださいませ。やってきたら、コード変えていきましょう。全部で4つコードがあるんですけども、1個目はこの Dm9th で、2つ目のコードは6弦から3×3×4×3×3×4×この5弦の音はバツなので、中指のお腹とか、久しぶりの先っぽとかで、ミュートしてあげましょう。5バツ、あ、3バツ、3、4、5バツ。G7 の 13th ステップですね。G7th、G7 で、カッコつけて13、カッコ閉じる。G7、13th。で、その次は、6弦からバツ、×3×5×4×5×3×5×5××3×5×5×でも1弦を鳴らしちゃっても大丈夫です。人差し指で制覇して3でもいいです。3でも OK。 ×3×5×5×3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 
翌弦から×5×566×5×566×この4つのコードをそれぞれ、変えていきます。こんな感じ、ゆっくりいきます。こんな感じ。もし難しければ1小節ずつのコードチェンジでも OK です。こんな感じで、こんな感じでも全然 OK でございます。頑張って練習してみてくださいませ。とりあえずまあ手順というかその弾き方としては今以上な感じでございます。いかがだったでしょうか。まあこれもなかなか難しいかと思うんですけども、頑張って練習してみてください。ちょっと強いて言うならばポイントとしては、音量をね揃えるということがすごく大事なんですよ。叩くこのドラムのパートに関しても、このカッティング、コードカッティングをしているギターパートに関しても、音がですね大きくなったり小さくなったりとかしないように、このしっかりとこうねハキハキメリハリをつけながら弾いていくとする、弾いていくと、まずこのねドラムのパートに関してはしっかりこう低音はボフッと音が鳴るで、スネに関しては高音がパコーンとなる。これをしっかりこのキープしてもらう。ドン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 で、ギターパートもしっかりコードを押さえて、なんか低音弦側が出てないとかさ、なんかこのストロークのなんか勢いがないとかそういうこともなく、しっかりこう普通にこの、ね、ギターのパートとドラムのパート、これをね掛け合わせると、これ合わせて、まあ、さぞ2人の人が演奏をしているんじゃないかと思われるぐらいに、
頑張ってこう、ね、音量揃えるという練習をしていただくと、良いのかなという感じでございます。これに関しては多分ね、弾きながらだと分かんないから、一回録画とかに、ね、録音とかした方がいいと思います。普通にスマートフォンとかでいいので、なんかこの壁とか、なんかこのスタンドとかに立てかけて、まあインカメラにして、ポチッと録画ボタンを押して、で、この自分の演奏を撮ってみると。そうすると、弾いてる時には気づかなかったような、なんかこう変な癖とかさ、リズムのブレとかさ、音量の乱れとか、まあそういったものがたくさん見つかると思うので、そういうのが出てきたならば、まあ一つ一つこの潰していくっていう、なんかそんな感じの、練習方法でございます。もしよければ、頑張って練習をしていただけたら幸いでございます。録音、録画してみてくださいませ。それでは3本目の動画は以上とさせていただきましょう。ちょっとね、カッティングフレーズっぽくなって難しかったと思うんですけども、頑張って練習してみてください。またできたら、次の動画に進んでいただけますと幸いでございます。それでは、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画をいたしましょう。さよなら、グッバイの前に。またお知らせしようかな。練習しながら聞いてくださいませ。私、今、そのスタンド FM というですね、なんかこう、ラジオ配信アプリみたいなのがあるんですけども、まあ、どなたでも無料で、いつでも気軽に見れるスタンド FM っていう、ラジオ番組のアプリでございます。毎日10分間、なんか質問にこの答えるという形ですね、基本的に音楽とかギターの話をしておりますので、もしよければですね、アプリをダウンロードしていただいて、滝沢のチャンネルを登録していただけたら幸いでございます。まあ、通勤とかね、通学とかね、ほんと、ながら聞きにすごく良いと思うんで、YouTube と違ってさ、映像がないからさ、もうイヤホンとかでずっとこう、通勤とかね、しながらとか、なんか家事しながら、掃除洗濯しながらとか、まあそんな感じで、そういう聞きやすいコンテンツだと思うんですよ。まあ、もしよければ、そんな感じで、スタンド FM 滝沢と検索していただいて、チェックしていただけたら幸いでございます。もしくは概要欄の方にその URL を貼っておきますので、ポチッとクリックして、登録をしてみてくださいませ。そんな感じでございます。それでは、わからないこととかありましたら、ぜひ、お気軽にコメント残してみてください。ではこんな感じで終わりにさせていただこうと思います。はい。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。